ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1987年11月19日、前田明長州力3年9ヶ月ぶりの対戦しかしについて触れてまいります。ニューリーダーズで共闘関係にあった前田明と長州力が3年9ヶ月ぶりに激突です。試合は UWF とジャパンプロレスの6人タッグでの激突ということで、後楽園ホールは異様な熱気です。試合中、長州が軌道にサソリ固めをかけたところ、前田が背後からハイキックを見舞うという大事件が起きました。長州の顔面はみるみる腫れ上がるも、試合はそのまま続行。最後は長州が高田にリキダリアートを決め、試合を制しました。長州は眼底打撲で2週間の欠場、前田は無期限の出場停止となりました。